はい、こんにちは。ちょっと前からね、狙っていたバッグがありまして、こちらのね、サイクルスミスっていうブランドのなんですよね。それでまあ、このサイクルスミスはアメリカのね、コロラド州のマウンテンスミスというアウトドアのね、ブランドのまあ、こうサイクルラインということで、90年代前半に出ていたらしいんですけども、まあ、最近ね、2型ほど復刻したということで、でこちらね、私が狙ってるのはフットヒルというねモデルの方なんですよね。でこのフットヒルはですね、まあ、容量がね11リッターで、サイズを見る感じだと、まあ、iPad とかね、まあ、財布とか、まあ、そういうのはもちろんですが、 MacBook Pro もね入るかもしれないっていうサイズなんですね。それでまあ近所のセレクトショップに、まあ、あるのをね覚えていたので、ちょっとのお店の方に向かってみました。はい、そしてね、お店に到着しまして、こちらね、確かあの辺にあったっていうところに向かったんですが、お、ありました、ありました。こちらですよね。そう、この色にね、惹かれてたんですけども、ちょっとね、店員さんにお願いして、この中身がね、どんだけ入るかをちょっと試して、いい感じだったので、こちらね、購入して帰ることにしました。はい、それではですね、帰宅をいたしましたので、こちらのね製品の方を見ていきたいと思います。でこちらね、じゃーんってことで、まあ、かなりね真四角なデザインなんですよね。でまあ白に黄色の色が入るね、いい感じですけども、まあ、これ下げ札の方にはサイクルスミスと入ってますよね。コロラド州 USA ということで、それでまあ後ろはね、このウエスト系のベルトと、あとはこの細いですがバックパック用のベルト、まあ、こちらがねついてるってことで、まあ、持ち手を合わせて、まあ、スリーウェイっていう感じなんでしょうかね。それではね、中の方を見ていきたいと思いますが、こちらね、メインのポケット、これはね、まあ、シンプルな大きめのポケットと、あとはね小物入れ用の、まあ、ファスナー付きのねちっちゃいポケットがついてるというところで、まあ、ちょっとねアップしてみますが、そう、こんな感じ、こんな感じになっています。はい、そしてね、外側にもポケットがありまして、こちらもねかなり大きめのポケットとなっていますけども、まあ結構入りそうですよね。11リッターの割に、まあ大きすぎず小さすぎずという感じで、感触悪くないですよねこれね。それでまあこの外側にはね、まあ、ちょっとベルトとかケーブルがついてますが、まあ、このね黄色いところは反射板のようですけども、それでまあここは何かを挟んでゴムコードでね止めるって感じなんでしょうねこれね、まあ、B3 とかそんな感じですかね。それではね、ちょっと私がいつも持ち歩いているものをね入れてみたいと思いますけども、まあ、まずはね一番でかいこの MacBook Pro 13インチでしょうかね。こちらが入るかどうか非常に気になるところじゃないかと思いますけども、まあこんな感じで、まあギリギリですけどね、まあ縦も入るという感じですね。まあこれはね、MacBook Pro 入れない日も想定しているので、まあこれギリギリぐらいで自分としてはね、いいですね。で、ここに、iPad Pro、これもね、入れたいですけども、まずはね、横向き入りますね、これね。横向きも入りますし、まあ縦でもいいという感じで。で、あとはまあこのケーブルなんか持ち歩いてる小物のポーチとか、まあこれ SSD とか入ってるやつ。で、こちらの小物入れには AirPods を入れてみたり、あるいはですね、こちらのモバイルバッテリーをね、入れたりしてみてはどうかなというところで、これはね、横向きでぴったりでしたね。はい。それでね、まあ、ちょっとファスナー閉じてみますが、まあ少しね、少し窮屈だけど、そこ以外はまだ余裕が全然ありますよね。それで外側のポケットには、まあ、こうやって財布を入れたりして、まあ、これでね、まあ大体持ち歩きにはいい感じ。まあこの、iPhone をね、ここに入れてもいいかもわからないですね。
ってことでね、こんな感じ。まあ重量感はねそこそこありますが、まあなかなかねコンパクトにまとまって、自分としてはね好感触ですね。うん、悪くないですこれ。はい、それでねこちら、まあ例えば MacBook Pro をね取り出した感じでも、まあ、この iPad Pro をね入れた感じで、これも悪くないですね。まあちょっとねまだ余裕があるんで、まあ脱いだ上着を入れたりすることもできるかもしれないですよね。うん、これはね結構活躍しそうな予感です。悪くない、いいなこれ。ってことでね、背負った感じもねお見せしたいと思います。まずはねこのウエストベルトの斜め掛けですよね、まあ、こういう感じで収まりもいいですね割とね。そしてね次はねこれウエストベルトはねやってみたけど、ちょっとこれは重さ的に収まりは良くないです。ちょっと最近小太りの体が恥ずかしいですが。そしてねバックパック、こちらはねもうねウエストのベルトをね実はここにね収納できるようになってるんですよね。これでねここに収納した状態でバックパックが背負えるということで、ピラピラしなくて邪魔じゃないんですよね。ちょっと背負ってみますけども、こんな感じ。なんかちょっとねベルト絡んでますけど、まあ、なんか挟み込んじゃったみたい。そしてね、これベルトのね収納はねどうなってるかと言いますと、まあ、こういう風にねこれ今収納した状態なんですね。それでここにねベルクロがついてて、バリバリっと出てくるわけですよね。そう、ここのねベルクロとこのスリットのねベルクロがしっかり固定されるんですね。でまあこれ逆側もちょっと出してみますが、そうここはねベルクロバリバリっと、でこういう感じなんですよね。まあなかなかね優れものですねこれね。でこれでさっきの斜め掛けにしたりとかウエストポーチになる。それでこのバックパックのベルトはね取れるみたいで、まあ、これねスルスルスルっとほどいていって、でこれね逆側がねこれ D カンみたいのついてて固定されてるのがこれ取れるんですよね。だこれね上とねもう逆側もね取れるんで、まあ、いらないときはね外してもいいというところです。そして MacBook Air の11インチはどうでしょうか。まあ、こちらね11インチですね。今は、うちの妻が使っていますけども、まあ、これねちょっと入れてみますと、でねこれもねサイドにはね余裕があって、上はね、まあ、まあまあですねピタッという感じで入りますよね。まあこれも悪くないです。そしてねこちら、まあこのねバッグの底のとこはね実はね干渉パッドとか入ってないから、まあ気になる人はね自分で何かねスポンジみたいなの敷いた方がいいかもわかんないですよね。それでまあここねまあ13インチだとね結構ギリギリなんですけど、ひょっとしたらね MacBook 12インチなんかは、まあ、ベストかもわかんないですよね。でまあ書類もまだまだ入れることができますんで、まあ、結構ねいい感じです。で色展開はね4色みたいで、お値段はね9720円でした。まあ、Amazon でも売ってるようなのでリンクの方を貼っておきたいと思います。それではね今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。